旅はタイ南部最大の商業都市ハジャイからスタート。どうもタイ番長高島正弘です。いやハジャイに戻ってきましたよ。今僕はシンガポールからタイのバンコクまでこう縦断するという旅に挑戦してるんですけど、実はねまだ半分なんです。そう、現在番長はシンガポールからタイの首都バンコクまで2000キロの旅に挑戦中。前回はマレーシアの国境を渡りタイに入国、ハジャイにたどり着いたんですが、いや前回のねタイ番長は見て愕然としました。国境で終わってんですよ。もうあのあとねこのハジャイまでたどり着くのにね、あんなことやこんなことがあったのにもうショックでした。でも安心してください、これからお見せしますよ。それではハジャイまでの道のりダイジェストどうぞ。マレーシアとの国境で相棒ザハリ君とお別れした番長、待っていたのはこの車。これで行くの？え？これ？すんげえスピードか。軽トラトゥクトゥクソンテューでハジャイを目指します。すごい風だ、風がすごい。快調に飛ばしていると思いきやいきなりスピードダウン。あれあーガソリン。お父さん入れておけなかったかな、ガソリンあらかじめ。しかしその後はボンミスを取り返すのと、お父さん張り切ってくれました。おいいね、お父さん飛ばしてるね、いいよ最高だよ。ソンテウに慣れてきた番長でも余裕ぶっこいていると、急発進。油断大敵なハジャイへの旅、そろそろ日も落ちてきたようです。真っ暗になる前に着きたいな。そんな願いも虚しく時は過ぎていく。踏切だよ踏切。何の踏切だ。あこれか。いてすっかり辺りは暗くなり、さらに30分、ちらほら街のネオンが見えてきました。ハジャイやった、ハジャイやった。いや早く着いたね、ハジャイ。 Thank you。 さあゴール地点に設定したハジャイのランドマーク、クロックタワーはすぐ目の前。おー来たね、クロックタワー、クロックタワー。よし、とりあえず着いた。お父さん、いやノーロー取らなくて。お父さんありがとう。すいません、お父さんはね僕の救世主だよ、本当ありがとう。いやひとまず着いたね。以上ハジャイまでの珍道中でした。いや前回皆さんもご覧になったように、あの軽トラあれが揺れるんだ、もう抑えてないと思うんで、もうそこら中転げ回っちゃって、急発進。とにかくビビってたんですけど、やっぱり今回もね1000キロ移動ということで、ジープはこれだ。ソンテューで移動かとビビっていた番長ですが、今回も移動手段はジープ。恒例の特製フラッグもつけて準備万端です。早速2人は旅の計画を。最初の目的地はタイ屈指のリゾートサムイ島のようです。それじゃあサムイ島を目指してゴーフイゴーフイゴー、行ってきます。いや始まったね、急ブレーキ踏むな。この時期の台風は異例中の異例、ある意味番長持ってます。いやまさか旅番長でこの長袖を着る瞬間が来るとはね。
雨足はさらに激しくなって番長号を襲う。いやこの大丈夫かも、このもう雨がもう道と雨とで、ね、もう水すごいね、水ナイス。V さんの努力のおかげで休憩地点の町に到着したようです。ここどこ？ナコンチ田村。ナコンチ田村と着いた、まだ早いじゃない、全然船まで、まだ船まで全然早い。時間に余裕があるということで、V さんおすすめの観光スポットに寄り道することに。ここ、ナンタルーン。ナンタルーン。やってきたのはタイの伝統芸能ナンタルンの工房、ナショナルアーティストスチャート・サプシンの家。ナンタルンとは影絵のこと。こちらの工房はスチャート先生という呼び名で国民に慕われ、昨年惜しくも亡くなったスチャート・サプシンが作った工房。いや、なんかスチャート・サプシンさんという、まあ、言ってみたら人間国宝のような称号を与えられた方がやってる影絵、これから見させていただくんですけども、今なんかその息子さんがそこで作業してらっしゃるっていう。ちょっとちゃんと脱いでくださいよ、脱がないとダメなんです。サーディカープ、サーディカープ。高島正弘です。ワティ、ワティ、ワティ、ワティさん。これは今何の作業なんですか？ナンタルン。ナンタルン、あ、影のことですね、ナンタルン。これ、何ですかこれ？ナンは牛の顔です。カウスキン。そう、カウスキン。いや、初めてだな。これでこうやってやっていくんですか？牛の皮でね。だってこれ1枚仕上げるのどれぐらいかかるんですか？1週間かかるわ。ショーフォーユー、シャドーパペチョー。あ、お願いします。コップンカップ、コップンカップ。ワティさんのご厚意で特別にナンタルンを見せていただくことに。から伝わったとされるこのナンタルンは、伝承された寓話や人々の暮らしを描くことが多いんです。しかし今回は番長のためにオリジナルの演目を披露してくれました。ストーリーは優秀な日本の電化製品を買うため奔走するタイの人々のドタバタ劇。さらに上演後、舞台裏を見せてもらうことに。いや、面白かったな。あ、コップンカープ、コップンカープ、コップンカープ。いや、面白かったです、すごい。いや、もうね、色がついた影絵初めて見たんですよ。これやっぱり牛の皮だから、ああいう風に色をつけてもこう透けて色が出るんですかね。すごい面白い。この鮮やかな色付けを担当しているのがワティさんの母であるジャムニェンさん。72歳となった今でも現役で作業を続けているそうです。はい、小さく見せるときは、なるほどね。
เดี๋ยวจะลองเชื่อดูไหมเฮ้อ่ะこれをこうやってちっちゃく見せる場合はこっちだあれあ片手でやってんのさ。あ、じゃあ、これ、やっぱ、だい。あ、これ、これ、これだ。あ、カモン、カモン、ブーン。そうか、車買うなら。CM ありましたよね。え。あ、こう。あ、こう、こっちから。あ、そうか、こっから、こっからこう入ってて。おめえには負けねえぞ、お前早いじゃねえか、何やってんだ、おい待ってくれよってこと。ああ、なるほどね。เวลาในหนังเล่นก็จะดูที่เงาสะพานแล้วก็จะให้แสงเงาเนี่ยมาหมดตรงเด็ดเด็ดคือตัวดันดาวอ่ะ、そうか、自分で影をまず見ないと、こう見てね、こう。で、これ切って、それで。ああ、そうか。そうやんないとこの色がよく見、あ、これ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 。なるほどね。こっからこういっちゃうとダメなんだ。これよくこの技術をこう。ああ、オッケーオッケー。こう文化アップ。いやこれありがとうございます。いやもう素晴らしかったです。ありがとうございます。いや思いがけず影見られてよかったですよ。なんか童心に帰るっていうかね、いや穏やかな気持ちになったなって。そんな言ってる場合じゃないじゃん。その船ですよ、船早く行かないと。そうそう、番長が目指すのはサムイ島スラータニーという町からフェリーに乗るそうです。もう着いたんじゃない、これスラ。スラ、あ、着いたか。スラ着いた。おい、いいね。いや腹減ったね。ということで番長は夕食を取ることに。へ、行こう。へ、ヤギ食おう。タイ語でペはヤギのこと。どうやら近くに町で評判のヤギ料理の店があるようです。え、これがペか。ついに来た。やった、やった、ありがとう。着いた。今回のゴール地点に選んだのはイスラム系のお店として地元でも人気のマドゥビー。注文したのはもちろんヤギ料理、カオモックペ。いや、いいですね。これあのカレーの炊き込みご飯にペ、ヤギがついてると。ヤギ付き炊き込みご飯。実は僕ね、もうヤギ汁が一番好きなんですよ。もう沖縄でヤギ汁食べた時、こんなうまいもんあんのかなと思って。もうヤギニストですからね、これは。ちょっとね、楽しみです。まずあれだな、まず炊き込みご飯いかないとだな。ドライカレーよりこっちの米でかいな。味はいいですよ。上品なカレーピラフですよ。これヤギだ。ほとんど臭みないな。味はカレーなんだけど、日本って結構あのバイキングとかでラムのなんか出てるじゃないですか。もうあれぐらいです。もうヤギニストとしてはこれあれだな、ちょっと物足りないな。もっと臭くないと。もっともっとなんか翌朝起きたら奥さんからあなたヤギ臭いって言われるぐらい、なんかこう油じったなんかそういう香りが欲しかったんだけど、非常に上品だから、これ意外とヤギダメっていう人も食べられるんじゃないかな。ヤギニストとしてはいまいちだったようですが、番長、そろそろエンディングのお時間です。